はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。始まりましたね、サンリオキャラクターズとのコラボイベント第2弾ということで、これはねもう全てのキャラが欲しい。そしてなんとあのハローキティがですね、隠しステージの強敵枠、そして特殊能力持ちがキキ、そしてハローキティ、そして百鬼姫、ハローキティ、そして獲得 Y ポイントアップはお決まりのハローキティと、ハローキティ SS にもね Y ポイントアップつきますよ。そしてガチャが来ています。ハローキティエンマが登場ということで、これはランク Z 欲しいよね。そして今出現率がアップしているのが百鬼姫クロミと SS のララ、こちらの2体がアップしている。例によってハローキティのエンマはアップしていないということで、まあ、早速ねガチャ引いていきたいと思います。その前にですね、一応ね、まあ、効果あるかないかは分かりませんけども、一応お参りしておきましょう。まあ爆死すると嫌なんで、まあお参りしても爆死するときは爆死するんですけども、一応ですよ、友達がいっぱい増えるような気がする。お願いします、3人増えてくれ。さあこれでやることはやりました。それでは早速ですね、コラボガシャ回していきたいと思います。なんとかね苦労して62400ポイントまで貯めました。これでエンマキティ出るか、おりです。さあ4500ポイント。さあガチャは可愛いけど確率、おっと、この演出がね、このたくさん風船が飛んできたらかなり確率は高い。さあ何が出てもいいんですけども、できればねコラボキャラが来てほしい。贅沢言えばエンマのハローキティ、来たよ来たよ。さあ頼むぜ、コラボキャラ以外はやめて、マジで今回はね、ハロ、おっと、ハローキティのコラボイベントということで、ちょっとねマジで走ります。まあいつもマジで走ってるんだけど、おれちょっと、おっしゃ、クロミ来たよ。 SSS ランク、これは神引きと言ってもいいでしょう。 1.2% だからね。そして特殊能力があって、あの隠しステージの強敵ハローキティに対してダメージダウン大なんで、これもワンチャンあるよ、これワンチャン。さあこの勢いでもう1体確率アップしているララ、不思議族のね SS ランクララ 1.6%、 こちらも引きたい。キキとララはね違う国なんだけどつなげることができるということで、これはやっぱキキとララはセットだからやっぱ欲しいよね。キキの方はY ポイント交換でねもらえます。4000ポイントなので、4000ポイントは取っておいた方がいいんだけど、また来たよ、この風船いっぱい飛んだら激アツです。お願いします頼むぜエンマ。さあ今回なんか何気に神引きかもしれない。いきなりね黒み来た時はちょっとビビった。前回結構ハマりでねやばかったんで、最近あれだよね、ガチャからさ最高レアリティのランク Z が全然引けてね。さあキティのイベントはねもう僕の中では特別なんですよ、他のイベントとはちょっと違う。止まれ、あーチケットか。さあ4500いくぜ、あっちゅう間だよねこれ。ガチャね、Y ポイント貯めるのはね大変なんですけど、使うのはあっちゅう間。リアル、また来たよ、リアル世界のお金と一緒だよ。さあなんかこの風船飛んでくるのは結構出てるね、来てます。さああとハローキティのエンマ、これはね相当やべえ。特殊能力がね隠しステージの強敵に対してアップとダウン両方あるんで、これがあったらワンチャンあるんじゃないの。今回ねスコアアタックもね、イベント限定のスコアタもあるんで、そしてスコアタの報酬であのキキララキラコマもらえちゃうんですよ。でキキララコラコマもうわけわかんない、キキララキラコマはもうこれもね絶対に欲しい、やばいよね。
取れ。ああまたチケットか。ここでチケット来るかね。ああ普段なかなか出ないチケットが。さあちょっとやばい雰囲気になってきた。いきなりしょっぱな来たんで、来てるかな、どうなんだろう。さあいい感じ、このキティの風船が飛んだ。しかし金は1個、金が少ねえ。うっ、でも赤から来るパターンあるからね、もう何回もね経験しています。赤からサプライズ来る、頼む。やべえ、ララ欲しい。あー今一瞬焦った、止まった止まったか、止まった。タッチパネル のね反動が悪い。そしてララはね、あのポイント玉が降ってくる確率が上がるんですよ。なので実質ね Y ポイントアップと同じなんで、これもなんか欲しいよね。まあ、全て欲しいんだけど、まあ、そんなこと言ったらね、A ランクマイメロ、お願いします。あーダメだ、止まれ止まれ止まれ、頼む厳しい。さあ10連お願いします、頼む。さあ厳しくなってきた、お願いします。タッチパネルの反応が、あーなんか金がねもっと3つ4つ出てこないとダメなんだよね。こうダーッとさ金ラッシュが、さあ止まってほしい。今回他はねもう多分全て持っている妖怪ばかりなので、もう止まったらエンマもしくはララ確定、多分ね、わかんない、いつもそんなこと言ってて何気に全然違うキャラ出るけど、多分さっきチェックした限り全て持ってます。さあ頼む、サプライズ、キティ祭り、ミニか、ミニじゃねえわけわかんない。おっと厳しい厳しい厳しい。さあ10連いきます。いつになく厳しいガチャになりそうだコラボ、お願いします。さあ来たよ、毎回飛ぶ風船、そして金が2つ、頼む。やべえ、さあなんとかねエンマキティを引いてイベントを走りたい。さあハローキティのイベント楽しいからね、もう早くやりたい。さあ今回たくさんねキャラが追加、マジでどうなっちゃってるのこれ。この流れはでも来てるよね絶対に。さあ今回ね復刻のキャラもあります、ハローキティ SS、 そしてマイメロディ SS。 前回のイベントやってなかった人はねチャンスですよ。僕はね前回のハローキティのイベントやって、まあそこそこねキャラは取ったんで、まあ特にね復刻キャラについてはもちろんね技レベルはマックスじゃないんで嬉しいんですけども、それよりもやっぱり新キャラ引きたい。これ来たんじゃないの、いつもの流れで言ったらこれ金が3つ4つ来た時は来るんですよ。なのでだんだんさっき黒み出たし、だんだんこの引きが来てる。しかしねこのガチャは闇なんだよね、こう黒みは2体3体出るんだけど、もっと確率が高いララとかが出ないっていうのはね、プニプニの世界ではよくあるパターン。取れ、金だぞ、 A はないだろう、取れ。しゃー、これは神力と言っていいだろう。
エンマ来たよ、今エンマがあれば多分ね、今回のイベントは走れますよ。マジかしら、エンマ様みたいに見えるかしら。見えるよ、エンマだろ、エンマだろ、マジか。さあそして残る一つから来ちゃうかい、来ないかさすがに。さあこれ今回神引きといっていいんじゃねえの。さあとりあえずね、これでイベント走っていきたいなと思います。まあまだね、その後でね、いろいろガチャイベントとかガチャミッションとかさ来るからさ、まあ、Y ポイントはねそこそこ貯めて、まあ、とにかくねイベントやりたいんだよ。とにかく俺にプニ出してくれよ。さあ皆さんはね、今回のガチャ何が引きましたでしょうか。コメント欄で教えてください。